大型で非常に強い台風24号は兵庫県に明日の夕方から夜にかけて最接近する見込みです。大型で非常に強い台風24号は午後3時には那覇市の北西およそ50キロにあり、1時間におよそ20キロの速さで北北東に進んでいます。兵庫県には明日の夕方から夜にかけて最接近する見込みで、明日予想される最大瞬間風速は南部で30メートル、北部で20メートル。明日午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで南部で200ミリ、北部で150ミリとなっています。気象庁は暴風や大雨、高波、高潮に厳重な警戒を呼びかけています。影響は鉄道にも出ています。 JR 西日本は台風24号の接近に伴い、山陽新幹線の新大阪広島間で明日の午前11時25分に新大阪を出発するのぞみ103号以降の運転を取りやめると発表。在来線は神戸線の大阪姫路間で普通電車を明日午前11時から運転見合わせ、正午までに全線で運転を取りやめるということです。